第4試合はテキストオブレスリングと題して行われます。赤コーナー差し詰めプロフェッサー役でしょうか、南鈴鹿選手です。今日も艶やかな衣装で、そうですね、地味なんで試合が、ちょっと派手にしてます。水着の方も今日は初お目見えという感じですか。そうですね、でもちょっと水着の方が暗い、ああそうなんですか、はい、まあ、それはちょっと、リングに上がってからお楽しみということで、ちょっとなんか首を痛めてしばらく戦列を離れてた。そうですね、10試合ぐらいしてないんです、どうなんですかその辺は、あんまり良くないですね、はい、じゃあ今日はちょっと気になるところですが、ね、せっかくのドームですからね、大きいんでね、で今年最後の大場所なんで、絶対勝ち取りたいなとは思ってるんですけど、はい、期待しております、はい、頑張ってください、そしてこちら青コーナーはガイアジャパンのカオル選手ということになりますが、久々の素顔でのこういう、ね、はい、インタビュールームになります。今日はどんな試合見せてくれますか。今日はテキストオブレスリングって言われてますけど、うん、そうですね、まあ、そういう風なレスリングになったら困るんですよ、うん、というのはそういうのはもう脱皮しようと思ってるんで、ですんで、まあ、皆さんの期待を裏切るようなあくまで勝負にこだわっていきたいと思ってます、うん、そうですか、はい、また違ったカオルが出るということですね、はい、はい、期待しています。テキストオブレスリング30分一本勝負を行います。青コーナー150パウンドカオル、赤コーナー全日本女子プロレス150パウンドミラリー鈴鹿、レフリーチャーリーアト。さあ第4試合です。テキストオブレスリング30分一本勝負、全日本女子プロレス南鈴鹿対ガイアジャパンカオルの一戦ということであります。まあこの試合テキストオブレスリングという、ね、ネーミングされてますけれども、まあ、まさに、菅原誠です。前の試合から戻ってますけれども、そうですね、逆上げしてましたね、逆上げしてましたね、どっか怒りましたので、あそうですか、追放ですか、はいはいはい、もう今日は来ませんので大丈夫です。あそうですか、はい、試合行きましょう、試合行きましょう、ね、はい、この南対カオル、いきなりなんか早いでしょ攻防が、はい、じっくり、ね、見合うんじゃないかなと思ったら、うん、南は積極的にね、行きましたね。やっぱりこれぞプロレスリング、プロレスの強化者というね、まあ見せてくれるんじゃないかというね、このドームに集まった大歓声も期待しているんじゃないかという気がしますけれども、なんか南選手は最近ちょっと首を痛めてですね、はい、しばらく休めたらしいんですよね、はい、まあ、ドームとなったらこう決まっていくことですから、多少のあれはみんな持ってるでしょうけれども、そうですね、怪我というかその辺はもう、ね、押して出てくるという、はい、ことだと思いますが、南もニューコスチュームでかなり、そうですね、まあ、南としては今年でその10周年ですか、はい、迎えまして、そしてこのドームでね、シングルマッチということで、まあ、一つのレスラーとしての節目という年になったわけですけれども、さあレスリングの教科書と言わんばかり、これぞ
スリー天井という高々とロメロスペシャルを決めてきました。カオル、まあ、宮野選手はいつもというか、まあ、ビッグマッチの時に得てしてですね、はい、かつてハーレー選手とのシングルとかですね、はい、穂積豊子選手とのシングルとかですね、割と前半の方の試合でシングルを組まれてですね、はい、まあ、言い方悪いですが体勢に影響のないカードというかですね、体勢に影響のない、はい、全体から見ると地味な、うん、まあ、今日にしていましても、はい、全22試合の中で、うん、地味な方と、ね、ね、言わざるを得ないカードという、はい、部分で、まあ、こういう風に登場するケースが多いんですけれどもね、はい、まあ、じっくり見てもらいたいんですよ。もうこの早いまだ第4試合ですか、うん、この時点でプロレスとの奥の深さというかね、うん、細かい上手さ絶対ミスしない南選手とか、まあ、カオル選手にしてもキャリアありますから、はい、細かい技のね、今これはカンパーナの逆リバースのカンパーナですね、今、ね、はい、のシュッとさりげなくいきましたでしょ、さりげなく、まあ、この二人はその同じようなその、まあ、悩みというかですね、あまりにもこのスムーズというか技への移行がスムーズなだけに逆にこのメリハリのなさとかですね、そういったものがどうしても目立ってしまう、まあ、その辺が裏目出てるわけですけども、まあ、フロート好みといってはですね、まあ、本人でそんなに意識はしてないんですけれども、どうなんでしょう、やはりこのドームというね大舞台で、まあ、そういったこれぞレスリングといううならせるようなね試合を、まあ、じっくり見せてほしいなという、まあ、私の個人的な意見ですけれども、山本さん、はい、ガイアジャパンに、ね、参戦というか、ガイアジャパンから JRP で、はい、まあ、旗揚げしてから JRP、はい、カオル選手、大槻がやはり、うん、自分の団体、長谷選手、ね、メンバー、カオル選手とこう3人こう出てますけれども、なってからマスクを取ってから、はいはい、ファイトスタイルがとにかく序列に変わりましたね、はい、まあ、今まではルチャドーラということをあまり認識するがためにね、はい、非常にこの、まあ、本人も割り切ってなかったのか中途半端な、まあ、札幌で尾崎真由美に勝った試合なんか素晴らしかったですよ、うん、最後ねラーマヒストラル、まあ、場外尾崎が椅子で膝を、はい、攻撃したんですけども、はい、まあ、膝を、まあ、古傷ですよね、やってうずくまってたんですけども、尾崎はこいつはもう膝があったから立てないぞとアピールしたら、今度は自分で自分の膝を薫選手がてっちりぶつけて、はい、痛くないんだよって、そのあの気迫には本当にびっくりしました。そういうまあ、ではなかったですね、アピールみたいなことはね、なかったですね。ああ、そうですか。まあ、ああいう、あの試合は、ある雑誌にシュープでしたっけ、はい、カオルのベストバウトだというふうに、ね、はい、前田カオル、インフェルナルカオル、カオル史上ベストバウトというふうに、ね、というような、なんかシングルベストバウトなんていうふうにね、ありまして、実は今日のその南選手の試合なんかも、はい、カオル選手もガイアの看板背負ってるわけですから、はい、そうですね、いい新築指導とあると思いますよ。そうですね。あ、南もね最近アピールするんですよ、すごくお客さんに、うん、武道館でも第1試合の8人タッグでやってましたけれどもね、うん、なんかあえて激しいところ見せたりとかですね、うん、お客さんにこうやってちゃんと見てくれよみたいなね、まあ、拍手してくれる、ね、でもいいじゃないかっていうような部分で、あまりにもね的確に決まっちゃうんですよ ね、このマックブリーカーもね、切れすぎて逆にインパクトにかけちゃうんですよね。おっ、サードロープをうまく利用して、カオル選手も今ね、タルトモルタルで切って取ったんですけれども、カオルの今身のこなしなんかもムーンシャウトなんかのと同じですけれども、はい、おっと、ここね、ターボもうまくかわして腕を取って、うまいぞ、南うまい、あ、逆さ抑え込みだ。この辺りはそうなんともプロレスらしいというか、5分経過、そんな攻防でありました。うん、でカオルに今執念を感じられましたよね、今の絡みではね、はい、前だからかわしたが、すんなりやられちゃった、お互いにかわし合ってトップロープ、ね、すんなりやられちゃった時もあったんですけれどもね。おー、南がラリアット、この辺り激しさが出てますね、飛びますよ、出ました、トペ、まあ、この辺りも南の得意技であります。トペで体を預けていきました。もうこの南のトペって何度か見たことあるんですけど、外したことないですもん ね、 そうですね、久しぶりに見ました、トップロープからの、なんと言うんでしょう、ジャンボキックみたいなやつですけどもね、フットキックなんていう変な名前も言われてましたけど、そうですか、当たり前なんですけど足に行ってるキック当たり前なんですけど、
いやこれやっぱ執念、カオル選手がね、あれ顔つき変わりましたけれども、はい、この執念感じる。あ、オールのジャーマンだ。うん、しかしこれはニアロープ。昔はさらさらっとこう流してそうですよね。あまりにもスムーズに試合がですね、進行していって、小川がさらさら流れるような試合だったんですけどね、はい、今やっぱり激流というかですね、流れを。あ、張り手だ。自分から変えようってところありますよね。張り手を一発見舞っていった。やっぱり流れを潰されるマノプロレスっていうか、ね、気迫が一つ入ってますよね。それプラスやられたやり返せというやっぱり部分で、はい、あ、いいですね。南も張り手で返したところをまたカオルが張り手で場外に落として、あ、スワン式ダイブだ。スワン式のプランジャー高々と待っていきましたカオル。まあ、ドームです、ドームみたいなところ、これ大きな会場でね、ああいうフライング技というのは非常にこの見栄えがいいですよね。うん、これは何でしょう、何でしょう。お、おおっと、ナナなんとスワン式のムーンサルト。いやいや、今もうお客さんが意表をつかれたこの動きというか、ね、まあでもカオル選手のバネならこのぐらいね、当然できるんですよ、ね、もう一回。あ、しかしこれはやはりレスリングマスター南、2度同じ技を食うということはありませんから、マヒストラルだ。この技で数々の強豪を倒してきたが、カウントマン、ね、今のは南危なかったですよね。ね、マヒストラル惜しくもカウント2。しかし前田、あの、カオル選手強引に決めるところはやっぱり執念ですよこれね、はい、おっと、あ、ちょっと崩れました。体をひねってあのままね、はい、交差して足を交差しての回転エビ固めだったんですけれども、この辺りはメキシコルチャサッポーであります。ナナ選手は上背ありますからね、こう絡みつけているところがね、はい、あ、これはフライングヒップ、ヒップドロップを狙ったんですけれども、諸刃の刃、逆に広角度パワーボムを食らってしまう羽目になってしまったか。危ない危ない、もう一発、おっと、広角度タイガードライバーだ。あっと、カウント2。かすかに右肩が上がっていったカオル。まあ、南選手はこれからもうこれをくるっとこう旋回するバージョンとかですね、はい、最後ドライバーにするパワードライバーっていうのもありますからね、はい、そこまで行かれちゃうとカオル選手危ないですよこれは。裏カンナナだ、裏カンナナ、がっちりと固めたが、あ、逆に体を入れ替えてカウントはどうか。いや、あれもう一発行かれたらもうおしまいなんですよ。どんどんあのエスカレートして激しい方激しい方にね、最後はもうドライバーの形で決めるってパターン持ってきますから、はい、南はね、あれはやっぱりしなやかさで感じましたよね。お、なだれ式アームホイップ、超高角度であります。おお、危ない危ない南。これは菅原さん、僕はですね、はい、なんかあの、まあ、カオル選手、まあ、ユニバーサルいましたよね、はい、なんかこのどうも道の駅勢活躍の予感がちょっと、ね、この辺りから。なるほど、なるほど、ね、あ、膝の剣山ムーンサルト。あ、南が今トコイラで試合を終わりにしてやろうというフィニッシュのアピールから強烈パワードライバーですよ、パワードライバー。うわ、ものすごい高角度、カオルの体が黒字に曲がったまま、エビ固め、南鈴鹿選手の勝ち。黒字のまま固まってしまったような、これは、ね、そんなフィニッシュであります。いや、この技はこのパワードライバーさえあればね、まあ、V トップウーマンに出ても勝ち抜けるような技なんですよね。危ないというか、ものすごくデンジャラスな技ですよね。もう北斗晶のノーザンライトボムに匹敵するような、ね、パワードライバー、もっとアピール、まあ、これがあればね、本当にまだどんどん上の人にもね、派手にアピールできると思うんですよね、はい、あの最も地味だと思われた試合がこれだけ盛り上がるというのがまた面白いですよね。そうですね、まあ、先ほどイミジクも山本さんが道プロ勢の活躍の予感というふうに言ってましたけれども、やはりこの華麗な空中殺法っていうんでしたら、 そういったものというのはこのドームっていうのはね、非常に映えますよね。まあ、それにしてもフィニッシュ、南の強烈なジャンピングパワードライバー。ただいまの試合、9分33秒エビ固め全日本女子プロレス南鈴鹿選手の勝ちでございます。あれはもう完全にあの南がジャンプして、カオルが落ちた後に南が落ちて、そうですね、そんな落差ですもんね。高さありますからね、当然ね、はい、で
勝ちました南鈴鹿選手には完全に足でこう中間ファイト編集部高平隆さんよりまさに食い打ちというかねじ込まれるという、はい、トゥームストーンを超えたというかですね、ものすごい、もうすごいですね、大技でしたけれども南、まあこのドームで激勝という感じの9分33秒エビ固め全日本女子プロレス見事南鈴鹿選手の勝ちでございます。テキストーブレスリングを制したという一戦でありました。まあこれからの南のね、はい、また来年再来年とどんどん続けてほしいですけれども、レスリングスタイル、はい、期待したいですね。今日は意地を見ましたよね、意地をね、はい、南鈴鹿選手インタビュールームの方に来てくれました。お疲れ様でした。大変な戦いでしたが、あ、もしもし、肩ちょっと大丈夫かなと思って見てたんですが、いや、首から肩にかけて激痛が走って、元々の首ね、はい、落としたのはいいんですけど、うん、次にパワーボムやるときにもうビビーッと走っちゃって、ね、ちょっと収まりきれなかった。ちょっとなこの辺からも血がね出ちゃってますが、はい、大変な戦いでしたが、最後今週のパワーボムだけども、ちょっといつもと感じ変えてましたね、最後フィニッシュ。そうですか、うん、いや、あんなもんですね、うん、あんなもんですね。武道館は一周回ろうと思って半周しか回らなくて、うん、いや、いつもあんまり出さないかもしれないです。あ、そうですか、はい、あ、でもどうでしたか今日の試合をやってみての感想は。そうですね、きっと、うん、怪我してるのも、うん、あの知らないでやってると思うんですけど、うん、もう一回怪我してない時にやりたいですね。ああ、そうです、はい、したらもっといろんなことができるんじゃないかなと思うんですけど、うん、自分自身が、そうです、はい、はい、それにしても素晴らしい勝利でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。やっぱりドームということで全然緊張しなかったんですよ。ドームが大きいだけだなと思ってたら、やっぱりどっかでドームだっていうのが頭にあったらしくて、ちょっとその辺で舞い上がってったっていう部分もありますね。南選手は久しぶりです。すごく久しぶりです。やっぱり、まあ、本当に上手い選手だって分かってたんですけど、やっぱりうまく返されてうまく攻められてって感じで、ちょっと自分の色っていうのを出したかったんですけど、変わったっていうところを皆さんに見ていただきたかったんですけど、そういう部分がちょっと出てなかったかなっていうのはありますね。